さん、今日は立冬ですが、冬の訪れはまだとなりそうです。今日も関東甲信地方を中心に朝の冷え込みは弱く、東京は 14.8 度、平年に比べても 4.7 度高く、10月中旬並みの暖かさでした。でこの先も暖かさ続きそうで、特に金曜日、暖かい空気が日本列島に入り込みやすく、1ヶ月ほど前に戻ったような気温になりそうです。日曜日になるとようやく北日本には冷たい空気が流れ込み、来週の火曜日になるとこの寒気がようやく南下し、この時期らしい寒さ戻ってきそうです。ではこの先の全国のお天気見ていきましょう。まずは西日本から沖縄です。西日本は金曜日、広いエリアで雨となりそうです。ただこの雨の後も気温は下がらず、日中の気温20度を超えて上着のいらない天気となりそうです。続いて北日本から東日本です。東日本も気温が高く、過ごしやすい陽気続きそうです。朝の冷え込みも弱いでしょう。ただ来週の火曜日以降になるとようやくこの時期らしい気温に戻りそうです。北日本は金曜日、雨の降り方強まる恐れがあります。ただ気温は高いため、降るのは雪ではなく雨となりそうです。